それでは早速始めてまいりましょう。波動ファイト。まずはレッドサイドピノ、一番奥側ズッキー選手3511、先般をゲリル選手1135、そして一番手前ケイシ選手3241となっております。対する野獣と美女、一番奥側リー選手4231、そしてジェミー選手1135、手前ナベ選手が4411となっております。さあ両者ともに点数は動きませんが、シールドで野獣と美女側は、攻め壁といった形で3枚使っている。そして鍋選手が正面ケース選手 KO を取りまして1点リード。残り時間は30秒、先般をゲリル選手がシールドを張ってケース選手、対角のリー選手 KO を取っていきます。3511の力。さあ残り時間は20秒、またも点数を取って3対1 2点リードのピノ。さあ逆転してきている。残りのシールドを守り壁で使おうといったところで、さあここでお互いにシールドをここで使い終わります。残り時間は5秒。さあ1点でもう取っていきたい。さあここでタイムアップ、3対1、ピノの勝利です。おめでとうございます。いやー